14世紀でヨーロッパは巨大な繁栄と成長を経験していた。都市は拡大し、始まり、繁栄し、生活は非常に有望に攻めた。しかし、この安心感は歴史を変える災難によって中断された。黒死病とも呼ばれるペストはヨーロッパ全土に蔓延し始めた。シネアペステス君はのみを接してネズミに感染し、アジアとヨーロッパがの商業率で拡散した。1357年、この悪魔がセシリアに現れた。そしてそれは大陸全体に広がった。ペストには種に2つの形態があり、先ペストはアデノイドと呼ばれる痛みのある誉れを引き起こし、高熱を引き起こし、迅速かつ苦痛な私を引き起こす。起源の形態はさらに破壊的で、人のティラを攻撃し、客を通じて人から人へ病気を伝播させる。病気の伝播速度は村と都市を持続的な恐怖状態にさせた。当時の医師たちは彼らのトレードマークである鳥のくちばしの衣装を着て病気に立ち向かい、病気の原因と治療についてほとんど知りませんでした。空中流行病を封じ込めようとした彼らの努力は無駄になり、当時の社会は恐怖と絶望の危機に限り、家族は破壊され村は捨てられました。人口の成績な検証にたない中止ヨーロッパの境外は不正に限り土地の収容につながった。農業生産の私的な検証、労働力の検証は飼料不足と人気の上昇を騒ぎ、それによって当時の封建制度に影響を与えた。教会はかつてない危機に直面しており、疫病に対する解決策や答えを提供できない。人々は教会とその行為の有効性を疑問視し始めた。絶望と恐怖は新しい宗教運動と一段説を引き起こし、彼らが次の実際に見る改革の基礎を据いた。芸術と文化は深く進んでいる。黒死病の影響を受け、私と生命の脆弱性のテーマは文学、聴覚、会話に普遍的に存在し、ジョバンニ・ボーカッティのドキュメンタリーやそのペストなどの作家や芸術家は災害に象徴された社会の苦痛と苦しみを反映している。破壊的な影響にもかかわらず、黒死病は顕著な変化をもたらした。この危機は人々に社会、経済、未成のやり方を再評価させた。黒死病は悲劇であり、中耳社会の脆弱性を露呈した。しかし、これもうまくいきました。ヨーロッパを据え作る大きな変化。未来無友康之でも人類は信用力と共認性を示した。この動画が気に入った方は、レクサオンラインのチャンネルを購読し、友達に使わないように共有することを忘れないでください。次まで始めましょう。皆さん、ご覧いただきありがとうございます。さようなら。